はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今ですね、4本連続で離婚に関するテーマでね、動画を撮っていってますと。昨日までにですね、前編中編後編3本の動画を出してきました。これね、概要欄にリンク貼っときますのでね、まだね、ご覧になってない方ぜひね、ご覧ください。で、簡単に言ってしまえばですね、このやっぱね、離婚っていうのはですね、辛く苦しいもんでしたね。はい。で、そっからですよ、1年経ちました。今のね、僕の最新の状況ですね、こう過去の自分に向けてね、配信していこうと思います。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。で、これはですね、離婚未経験の人とかですね、離婚した直後の人とかにね、見てもらいたい動画です。僕もね、僕相当メンタル強い方なんですよ。結構強いですね。一人で海外ポーンって行こうと思えば行けるし、言葉わかんなくてもボディーランゲージで外人とはコミュニケーション取れるタイプの人間だし、精神力はですね、僕結構自信あるぐらい強いと自負してるんですけど、そんな僕でもですね、やっぱズタボロになったんですよね。で、これ理由原因は一つですね。僕は離婚したくてしたわけじゃないんですよ。離婚したくなかったのに、もうね、せざるを得なかったっていうかね、そういう結果になっちゃったんですよね。望まぬこう結果というか結末だったんで、それがね、こうダメージでこう引きずったし、自分をね、責めてしまうようなところもちょっとあったんですよね。情けねえな俺はって感じっていうかね。で、1年経ちましたよ。ほんとね、時間は経つ。1年間ね、僕毎日動画更新してね、こう自分の記録をですね、データでこう残していってますけども、いろんなことやってきましたね。でね、どうだろう、見てもらったら分かるかな、結局ですね、元気。自分のことをですね、殺してこう押し殺してですね、こう我慢して生きていく人生もあったかもしれないし、で、今は第二の人生いってるんですけども、まあこの第二の人生をね、選んでよかったなってね、思ってる自分がいます。全てをですね、押し殺して、したいこと何もせずですね、我慢して、偽りの自分をね、ずっと演じ続ければ、おそらく結婚生活は継続できたんですよ。でも、こう痛みも苦しみもですね、こう寂しさも伴うんだけども、やっぱりね、こう自分がしたいことして生きていくっていうね、この第二の人生、別の人生をね、選んで歩んでいったことはね、僕ね、間違いじゃなかったなーってね、思ってるんですよね。これね、最後にですね、今の僕からですね、過去の自分に向けてメッセージを送っておこうと思います。いくぞ。俺らの場合あれじゃん、こう一方的にさ、相手を傷つけてさ、慰謝料請求されて、そういった離婚じゃないじゃん。50-50じゃんね。お互いにね、まあね、至らないところがあって、こういう結果になったと。やるだけやったんだろ、もうしょうがないね、よく頑張ったよ。だから、そこまでね、自分を責めるな。そんなさ、ニュースとか新聞載るようなさ、悪いことやったわけじゃないのにさ、やっぱこう自分責めてんじゃん。で、責める必要ないからさ。で、ポイントはね、大事なのはこっからだよ。良くするも悪くするもね、自分次第なんで。人生自己責任、誰も助けてくんない。いい方向にね、持ってきたいんであればだね、今を全力でできることね、頑張れ。はい、っていう感じですね。まあね、1年経って一通り経験して今の僕があります。で、経験してみるまでは分かんなかった。こんなに辛く苦しかったんだっていうのはね、知りました。簡単に言えばね、一皮むけた感じがあるんで、今後ですね、まあ僕の周りにね、こう離婚の後輩たちが出てきた時のサポートとかですね、フォローは僕ね、してあげれるつもりなんで、当時のね、僕と同じようなこう心境とか状況でね、悩んでらっしゃる方いらっしゃればですね、コメントいただければ、僕はね、アドバイスというかですね、こうフォローは一応ね、コメントしてあげれますのでね、まあ、お気軽にご相談くださいっていうところと、オフラインのね、身近にいる本当にこう知り合いたちで、そういった状況に合ってるのがいればですね、僕はまあ自分にできるね、こう手助けとかはね、していこうとは思ってますと。はい、まあ、人間一人じゃ生きていけませんのでね、こういろんな状況でね、いろんな、シチュエーションでね、こう協力し合ってですね、やっていければいいかなっていうふうに思ってますと。今後ともですね、いろんな動画出していきますのでね、よかったら引き続きご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。